こんにちは。ノスタルジックラジオのお時間です。先日夫の金田敦氏が逮捕された女優の南野陽子さん、スケバン婚です。このロケ、幸せの絶頂にあった12年前に誰がこの結末を予想できたでしょうか。何度も疑惑が報じられた不詳の夫の逮捕から6日後、ついに所属事務所から離婚が発表されました。その前日、南野さんは週刊文春に痛切な思いを明かしていました。南野さんが所属事務所を通して離婚を発表する2日前、週刊文春は南野さんに12項目に及ぶ質問状を送付していました。すると翌日夜、本当に辛く、インタビューにはお答えできませんがご質問にお答えしましたと前置きした上で、南野さんは自らメールで回答を寄せ、痛切な思いを吐露していたと文春は報じています。離婚を考えているかの質問に、問題が起こるたび何度も無理だと思いました。でも人は失敗や間違いを犯し、迷惑をかけるようなことがあったならきちんと反省し、人生をやり直すためにも切り捨てるのではなく、そばで見つめる人間が必要だと思っていました。ですが今、自身の無力さを感じています。南野さんの不詳の夫と評されてきた金田敦容疑者が業務上横領の容疑で静岡県警に逮捕されたのは11月21日のこと。舞台は静岡市の社会福祉法人精神科医が運営する特別養護老人ホームでした。全国指揮者はこう語ります。昨年10月26日に精神科医の口座から約1500万円を金田が関係する別の法人に振り込ませ、流用した疑いが持たれている。警察は逮捕当日、南野夫妻が住む都内の高級タワーマンションにも家宅捜索に入りました。金田氏と共に逮捕されたのが、今年3月まで精神科医で理事長を務めていた迫丸拓也容疑者です。迫丸は金田と同じ PL 学園剣道部、東海大学の出身。大学卒業後に警視庁の警察官となったのですが、警察を退職後に迫丸を拾ったのが金田だった。迫丸氏が精神科医の理事長に就任したのが昨年10月1日。その直後から2人は不正に手を染めていたと見られています。横領が発覚したのは精神科医に対して実施された昨年12月13日の定期監査がきっかけでした。監査を所管する静岡市の部局担当者がこのように語ります。定期監査で使途不明金を発見しました。その内容の説明を求めるために昨年12月19日から特別監査を実施して計5回の監査に入りましたが、なかなか明確な説明がなかった。関係者から資金を外部に流出させたと取れる発言もあったので、今年11月10日に刑事告発をしました。金田と迫丸の共通の知人は、警察の手が迫っていることを2人は分かっていたと明かします。迫丸さんは尾行されていると周囲に不安を漏らしていた。ただそれにもかかわらず2人は逮捕前日も銀座のクラブ関係者とのんきにゴルフに興じていたそうです。一方の南野さんは過去に数々の芸能人とのロマンスが報じられてきましたが、その恋は成就することなく男運のない女優とまで評されてきました。先日、南野陽子さんが東山紀之氏にゴミ箱に放置され、そのまま文字通り捨てられた事件についてこのチャンネルでもお話ししましたが、それ以外にも元ヤクルトの池山貴弘氏やチューブの前田信輝氏との交際も長続きしませんでした。その後もコメコメクラブのカールスモーキー石井達也と結婚前提の真剣交際に発展しましたが、石井さんの自宅で浮気相手と鉢合わせて口論に発展、さらに石井さんが南野さんを暴行したことで破局となりました。幸せをつかめない女優、そんなイメージを覆し、
世間をあっと驚かせたのは2011年3月のことでした。金田との結婚を発表したのです。当時金田の職業は IT 社長と報じられ、セレブ婚ともてはやされました。式翌日の記者会見で南野さんは価格1300万円とも言われたハリー・ウィンストンの 4.5 カラットの婚約指輪を披露。スケバン婚、バン婚ですと自身の当たり役にかけて、43歳でのゴールインをのろけてみせました。幸せそうな表情が印象的でした。ところがその結婚こそが不幸の始まりとなってしまいます。結婚直後から不肖の夫が起こしたトラブルの数々が露見したのです。週刊新潮が同月に結婚前に住んでいたマンションの家賃の滞納トラブルを報じると、フライデーが金田が手がけたエステやアパレル事業に絡む4億8000万円にも上る巨額の金銭トラブルを報じました。結婚4年後の15年には銀座の美人ママを愛人にして子供を産ませていたことまで明るみに出ました。南野さんの知人がこう語ります。隠し子のことを知り激高する南野さんをひたすらなだめた金田は、ママは子供が欲しいと悩んでいた、俺はママに DNA を提供しただけと言い訳したそうです。結局南野さんもその言葉を信じ、最終的には矛を収めた。さらに4年後の19年には某週刊誌が金田の横領疑惑を報じました。事務長として金田が勤務していたクリニックでの使途不明金が1億8000万円にも上り、クリニックの家賃や従業員の年金などが払われていなかったことが分かったのです。その取材の過程で週刊誌は南野さんに約20分間電話で話を聞いていました。いけないことがあればすごく反省が必要だし、きちんとしないといけないことだと思います。でもね、金田とは家族だから私は感謝していることもありますしと夫をかばう姿勢に徹していました。それから2年後の21年9月14日、金田は100分にわたって週刊文春のインタビューに応じていました。時折タバコをくゆらせながら、自らの疑惑についてこう弁明していました。妻が有名人なだけに全部悪く書かれる。妻には、ちゃんと正しく、と言われます。でも間違って書かれていますから、僕は覚醒剤や殺人を犯しているわけではない。自分は剣道の世界で生きてきた。剣道は真面目に正しくが基本なんですから。しかしその後も金田をめぐるトラブル報道が絶えることはありませんでした。一方南野さんはそうした報道が出るたびに混乱しながらも、最後は不肖の夫の言葉を信じ続けたといいます。金田はとにかく豆で口が達者なんです。南野さんのスケジュールもこと細かく把握していて、出演作も毎回チェックしていた。週刊誌でトラブルが報じられても、実際これまで立件に至らなかったことを盾に、ほら見たことか、俺は悪くないと南野さんは金田の言い分を信じた。前出南野の知人、南野さんがこれほどまでに金田を信頼したのには理由があるといいます。金田は結婚当初から医療にも携わっていると言っていた。南野さんの父親は当時箱根の老人ホームで暮らしていたのですが、その施設に金田は足しげく通い世話をした。南野さんはその優しさに惚れ込み、この人は悪い人じゃないと信じきっていた。半ば洗脳された状態だったように思います。当然名女優をも得意の話術で欺いた金田は、結婚当初からその本性を垣間見せていたようです。金銭的に困るとことあるごとに南野さんに無心していたといいます。南野さんからいろいろな言い訳をして金を引っ張り、彼女の財産をしゃぶり尽くしてきたと南野さんの知人は語気を強めていました。
週刊文春は取材の過程で2011年の金田のスケジュール帳の現物を確認。そこにはこんな記述がありました。10月10日日50狩り、10月11日日50狩り、10月12日日180狩り。南野さんに3日連続で借金したとメモしているように読めます。11年10月といえば、結婚後まだ7ヶ月が過ぎたばかりです。最近でも金田との間で金銭トラブルが発生した相手が、いくら催促しても金を返さない金田に困り果てて、南野さん宛てに LINE や手紙を送ったり、弁護士からの警告状や債務の督促状を送ることがあったと聞いています。そういう連絡のたびに南野さんは心が締め付けられる思いだったでしょう。そんな金田の横暴について、さらに明かすのは、過去に金田とクリニックを共同経営していた元ビジネスパートナーの竹森育氏。竹森氏は新型コロナウイルスの治療薬開発を発表した医療ベンチャーテラをめぐるインサイダー取引事件で今年懲役3年の執行猶予付け判決を受けた人物でもあります。金田はよく、容姿がいるから自分のビジネスはうまくいくと語っていました。容姿は自分にとって金づるでしかないんで、とも、おそらくその言葉が彼の本音だったんじゃないでしょうか。彼には銀座のママという愛人もいました。ただ彼女と一緒に食事をするときには、週刊誌に撮られても言い訳できるように僕や佐古丸を必ず同席させていたんです。性の対象は容姿とは別と言い切っていた。南野さんは夫のトラブルが報じられるたびに何度も金田に足を引っ張られてきました。所属事務所当時は何度も南野さんに離婚を勧めてきましたが、頑として首を縦に振らなかった。南野さんの別の知人、昨年末南野さんは所属事務所を退所し独立。南野さんは前の事務所に対して、夫と別れるくらいなら退所しますと決別宣言。前の事務所はそれなら彼を信じてみればとさじを投げた。今年1月には外務省からカンボジア親善大使の委嘱を受けました。また特撮ドラマ仮面ライダーガッチャードへの出演を果たすなど、徐々に活動の幅を広げ始めた最中の夫の逮捕でした。これまで金田とトラブルとなった当事者たちは、週刊誌の取材に幾度を二項証言してきました。南野さんのコンサートや舞台の楽屋に招かれ、金田を信用してしまった。南野さんもまた有名女優という立場を金田にしゃぶり尽くされた被害者だったのでしょうか。週刊文春は金田が普段どんな仕事をしていたか、把握していたかを南野さんに問いました。その回答がこちら。金田が静岡の老人ホームの仕事をしているのは聞いていましたが、具体的にどのような仕事をしていたかは聞いていません。自らが犯罪の片棒を担がされた部分はなかったか、南野さんはきちんと説明すべきだと思われます。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。